こんにちは第一種電気主任技術者の平です今回は電験二種二次試験電力管理科目より平成27年度から問2の SVC スタッドコムの問題を解説していきます最初に問題文を読み上げます電力用半導体を用いた静止型無効電力補償装置 SVC スタッドコムについて次の問いに答えよう。かっこ （1） SVC は具体的にどのような目的に用いられるか、系統側、需要側の事例をそれぞれ一つずつ挙げよう。括弧に SVC の代表的な方式である TCR と TSC について、それぞれの動作原理と制御の特徴を簡潔に述べよう。括弧三スタートコム、括弧事例式 SVS あるいは s b g の動作原理を述べよう。合わせて、 p c r 方式の SVC と比較した制御の特徴を簡潔に述べようでは問題の設定を確認します問題文の下線より電力用半導体を用いた静止型無効電力保証装置 SVC 及びスタットコムについての問題ですでは括弧1を解いていきます問題文の下線より SVC は具体的にどのような目的に用いられるか 系統側、需要側の事例をそれぞれ一つずつ挙げる問題です。この回答例がこちらで読み上げると、設置点の送電系統の事故時の電圧維持による動機安定性を向上させるため、配電系統の末端など電源系統の弱い地域において負荷変動などに起因する電圧変動を抑制するため、需要側、 アークロ・採石場のクラッシャー等の変動負荷による急激な電圧変動を抑制するため、負荷で発生する無効電力をキャンセルして力率を改善するためとなります。では最初に、需要側についての目的を、図のような電力系統の回路図を用いて説明をします。まず、回答例の黄色の河線の SVC を使用することにより、 変動負荷による急激な電圧変動を抑制する原理について説明をします。回路図において、送電端と受電端の電圧をそれぞれ VS ドット、VR ドットと置き、VS ドットは一定とします。なお、PU は単位法表記であることを表し、単位法については説明欄の動画をご参考ください。次に、線路のインピーダンスは送電線路の抵抗が、 リアクタンスよりも小さいためリアクタンス JX のみを考慮しまた変動負荷は遅れ無効電力構成として PR プラス JQR としますこの時系統電源から変動負荷に電力を供給するため線路には PR プラス JQR が潮流しますそのため電圧 VR は電圧効果の近似式から VR VS-XQR イコール X となりますここで変動負荷について、無効電力が J デルタ QR だけ変動したとすると、線路を潮流する無効電力も J デルタ QR 変化するため、電圧効果の式にマイナス X デルタ QR が変わり、この成分が変動負荷による電圧変動に対応します。なお 電圧効果の近似式の導出については、説明欄の動画をご参考ください。このことから、無効電力 QR が変化するごとに、受電端の電圧 VR が変化するため、照明の明るさに白つきなどの障害が生じます。この電圧変動を抑制する方法として、受電端に静止型無効電力補償装置 SVC を変動負荷と、 並列に接続すする方法がありますこの方法では SVC が負荷変動 J データ QR を供給することができるため線路には J データ QR が流れなくなります。そのため SVC 設置前の電圧変動データ VR=−X データ QR は SVC を設置することによりゼロとなります。 よって、SVC は変動負荷による急激な電圧変動を抑制します。また、図より SVC から無効電力を負荷に供給できるため、負荷で発生する無効電力をキャンセルして、力率を改善できます。なお、補足として SVC は、英語で Static Bar Compensator と呼びます。では、次のスライドに移ります。次に、系統側についての目的を、左下の図のような、 電力系統の回路図をを用いて説明をします最初に回答例の緑の河川の SVC を使用することにより設置点の送電系統の事故時の電圧維持による同期安定性を向上させる理由について説明をします。なお同期安定性の解説については説明欄の動画をご参考ください。まず回路図において左下の送電端と開閉所の間の送電線で 短絡事故が発生し左下の送電線路の遮断機を開放することで事故を除去した場合 SVC 設置前と設置後の受電単の電圧 VR を求めますなお SVC は送電線路の中間点の開閉所に設置しますまた発電機側の送電単の電圧 VS ドットは一定とします次に 負荷が消費する複素電力を PR プラス JQR と置くと SBC 設置前において、開閉所の右側の2回線の送電線には PR プラス JQR が潮流し、また、開閉所の左側の1回線の送電線にも PR プラス JQR が潮流します。ここで電圧効果の近似式を利用すると、送電線路の合成リアクタンスが JQR 2分の 3X のため、SVC 設置前は、VR2 アリコール VS-2 分の 3XQR となります。次に、開閉所に SVC を設置した場合、遅れ無効電力 JQ を系統側に供給すると、開閉所の右側の複素電力の潮流は変化しませんが、開閉所左側の複素電力の潮流は、 pr プラス j qr マイナス jq となるため、電圧 vr は vr にやりイコール vs マイナス2分の3 x qr プラス xq となり、このことから svc 設置後の方が電圧 vr が大きくなります。そのため、電気的出力の式から svc 設置後の方が発電機の電気的出力が vs x データが 一定の場合に大きくなりますでは次に図の系統の SVC 設置前の PΔ 曲線を作図するとこのようになり加速エネルギーに対応する面積 S1 と減速エネルギーに対応する面積 S2 は等しくなります。またこの曲線のうち SVC 設置前の電気的出力の曲線が緑の線です。そののため SVC 設置後の 電気的出力は SVC 設置前より大きくなるため茶色の曲線のようになることから原則エネルギーは調創設備設置後の方が大きくなり位相角データの最大値は小さくなりますこのことから SVC を開閉所に設置することにより送電系統の事故時の同期安定性を向上させることができます。また、SVC のの無効電力の保証により、 受電単電圧 VR を変化させることができることから、回答例の青の河川の電圧変動の抑制が可能です。以上が括弧1の説明です。では次に括弧2を解いていきます。問題文より SVC の代表的な方式である TCR と TSC について、それぞれの動作原理と制御の特徴を述べる問題です。この回答例がこちらで 読み上げると、TCR はサイリスターを用いてリアクトル電流の位相制御を行う方式で誘導性遅れの無効電力を連続的に制御できるまた並列にコンデンサーを接続することにより進みから遅れの領域にわたる無効電力を連続的に変化させることができる TSC はサイリスターを用いてコンデンサーの回避を行う方式で 容量性括弧進みの無効電力を制御できる突入電流が流れない位相でオン・オフ制御を行うため無効電力は段階的にしか制御できないとなります最初に TCR について説明をします図のように電力をコンデンサーと分路リアクトルが並列に接続された構成の SVC において分路リアクトル側の電流をサイリスタを使用して制御することを tcr またはサイリスター制御リアクトル方式、また英語ではサイリスターコントロールドリアクターと呼びます。この回路図より SVC に流れる電流は電力用コンデンサーに流れる電流 IC と tcr に流れる電流 IL の和になり、このサイリスターの制御方式には位相制御を使用します。なお、 位相制御を簡単に説明すると図のような制限波の電圧に対してサイリスターの音信号のタイミングを制御角 α のようにすることにより電流等を制御することを指しますこの制御により分路リアクトリに流れる電流を調整できるため無効電力の連続的な調整が可能です次に TSC について説明をします TSC は図のように 電力用コンデンサーに流れる電流をサイリスタを使用して制御する方式を指しますまた英語ではサイリスタースイッチズキャパシタ他の呼び方としてサイリスター開閉コンデンサー方式がありますなおこの方式ではコンデンサーによりサイリスターをオンにすると投入位相によって突入電流が流れるため TCR のような位相制御をすることができないことから突入電流が流れない位相で オンオフ制御のみを行います。そのため、無効電力は段階的にしか制御できません。また、進み無効電力は消費しますが、遅れ無効電力は消費しません。以上がかっ2の説明です。最後にかっ3を解いていきます。問題文よりスタッドコムの動作原理及び tcr 方式の svc と比較した制御の特徴を述べる問題です。この回答例が。 こちらで読み上げると Statcom は自己証拠素子を用いた事例式変換器を用いることにより涼みから遅れまでの幅広い無効電力補償を連続かつ高速で行うことができる TCR 方式の SVC に比較して系統電圧の低下時にも高い補償能力が得られるため電圧安定性を高める効果に優れるとなります。まず、 StatCom は、自霊式 SVS または SVG とも呼ばれ、事例式変換器を用いて、無効電力を保証する無効電力保証装置を指します。次に、StatCom の構成図がこちらで、事例式インバータを保証電源として、リアクトルと変圧器を介して、系統と接続した構成です。なお、赤枠の部分を、 スタッドコムと指す場合がありまた事例式インバーターの構成例として図のような3層の事例式インバーターがありますでは回答例の緑の下線のスタッドコムの動作原理を説明しますまず図において系統電圧を VS. インバーターの出力電圧を VI. リアクタンスを JX 系統からインバータに流れる電流を i ドットとと電圧効果の式は、VS ドット =VI ドットプラス JXI となります。なお、各電圧等は単位方表記とします。次に、StatCom において、インバータにより VI ドットを制御できるため、VI ドットは VS ドットと位相を同相にすることができ、また大きさを変化させることができます。では、を変化させることができます。 VS が VI より大きい場合と小さい場合のフェーザーズを作図します。まず、VS が VI より大きい場合、VS ドットと VI ドットはこのようになり、電圧効果の式から、JXI ドットは電圧に対して同層になるため、I ドットは電圧に対して90度遅れます。これにより、インバータには遅れ電流が供給されることから、 分路リアクトルと同じ働きをします一方 VS が VI より小さい場合 VS ドットと VI ドットはこのようになり電圧効果の式より JXI ドットは電圧に対して反対を向くため I ドットは電圧に対して90度進みますこれによりインバータには進み電流が供給されることから 深層コンデンサーと同じ働きをします。このことから STATCOM は事例式インバータを用いることにより進みから遅れまでの無効電力保証を連続かつ高速で行うことができます。これがスタッコムの動作原理ですでは次に回答例の青の河川の TCR 方式の SVC と比較した制御の特徴を説明します。まず TCR は分路リアクトルのインダクタンスが一定なため、図の系統電圧 VS ドットが小さくなると、無効電力を保証する能力も小さくなります。次に、スタートコムが保証する無効電力の式を、遅れ無効電力を生として P、P プラス JQ イコール VS ドットかける ×I ドットバーから導出します。まず、電流 I ドットは、 電圧効果の式と VS. と VR. が同相のため、I. イコール JX 分の VS-VI となり、これを代入して虚部を比較すると、Q イコール X 分の VS2 乗 -VSVI となります。この式により、VS が低下しても、VI を制御すれば、Q の値を制御できるため、このことにより、サ a t c o は、系統電圧の低下時にも、 高い保証能力があると推定できます以上がかっこさんの説明です以上が今回の問題の説明です。このチャンネルでは、電験2種、電験1種、エネルギー管理士技術士の過去問の解説、公式の動物などを発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴、 ありがとうございました。